漢民族。漢民族は、中華人民共和国、中国大陸、中華民国、台湾、シンガポールで大多数を占める民族、人類の20%を占める、世界最大の民族集団である。中華人民共和国の民族識別工作では、漢族と呼ばれ、中華人民共和国の人口の94%以上を占める。漢人ともいい、佳境として、 中国を離れ、移住先に定着した人は、家人、当人と自称することが多い。漢民族の由来は、中国の漢の時代に遡る。シンガポール日本文化協会会長、ナ南教によれば、漢民族はその昔、漢民族とは称されておらず、花夏族と称されていた。漢民族という名称は、漢王朝、b c 2 0 6 a d 2 2 0の時代から、 今日まで使い入れてきてはいるが、今でも、本土の中国人は、中国のことを花夏、中華文明を花夏文明と呼ぶことがある。学者によると、周王朝、BC1066、BC256 の創立者である周部王が、小王朝、陰王朝ともいれる。BC16 世紀 BC1066 の末代の、小中王を打ち取った後中原に定住し、その一族を、 中国の伝説上の先西王である新皇、皇帝、行、春をちなんで家族と称した。また夏王朝、BC21 世紀 BC16 世紀の創立者の大宇の末裔が夏族と称されていたことから中原に居住していた族軍を花夏族と称するようになったと言われているという。紀元前221年、旗の始皇帝が中国を統一し、 バラバラとなっていた花夏族が統一となり、その後の漢の時代に文明が高度に発達した。漢の時代は前漢及び五漢合わせて408年間にも、及び半島が空前に拡大し、文化も高度に発達した。この時期の花夏族は周辺民族から漢人と呼ばれ始めた。これは漢族の由来である。漢民族は漢の時代に形成し、 その後、幾度の民族融合及び、異民族の勘化を経て、現在の漢民族を形成した。林恵幸は、著書、中国民族誌で、漢民族は花夏族を中心として、遠い系、低暮れ系、百越系及び東古系、郷土系などの民族を吸収し形成した民族で、あると論じている。黄河の上、中流を中心に居住していた花夏系は、黄河の下流の遠い系。 長江の中流の茨くれ系及び玉江を中心とした百越系というを及び統合のプロセスを通して漢民族に生まれ変わったわけである。漢族は高賀文明を生み出した花夏族と周辺の多民族との混合で形成された民族概念である。ゆえに異民族の出身であっても漢族の文化伝統を受け入れれば漢族とみなされる。 漢民族という言葉の下敷きとなった、漢朝、全漢、五漢では、最盛期には人口が六千万人を数えたが、黄金の乱や三国定律の時代、さらには八王の乱、鋭家の乱など、五漢末からの社会的混乱や天候順のため、中原の戸籍に登録されているものは五百万人を切った。四世紀頃から、北方の戦費などの北方遊牧民族に、 河北平原を支配され、午後十六国時代、この結果、中原に居住していた民族の一部は南方に移動、発火した。最終的には、北方民族は漢語をはじめとした、漢風の諸州族を受け入れた。隋唐時代の初期に、多大な犠牲を払って完成した大運河は、物流のみならず人的、文化的にも中国大陸の南と北を強く、結びつけ、 中華地域の一体化に大きく貢献した。また、後の量や金、元やあるいは後金やその更新の芯などといった、征服王長期は、中華文化は、北方の草原文化を取り込む起源ともなった。いわゆる漢民族と現在分類される人口は、東大頃までに、現在の中国内地、チャイナプロパーまで拡張し、その後は国家の繁栄と戦乱に伴って、 同僚域内で大きく増減を繰り返すにとどまった。これは、新大中期までは、江南、古港の生産力に、まだまだ人口を支える余力があったこと、明、西王朝は長らく解禁政策を採用したことが、大きな理由として挙げられる。加えて、移民族王朝である新朝は、満州、現在の中国東北部、内モンゴル、新疆などへの漢族の移動まで禁じ、意識して、 漢民族の膨張を抑止しようとした。結果として、後に民族間の圧力を生んだ。ところが、新代中期以降状況が大きく変化する。領域内の平穏と安定した経済、トウモロコシやサツマイモ等の新たな農業作物によって増え続けていた人口だったが、18世紀前半には推定2億人だった人口はわずか100年後の19世紀前半には、 その2倍、推定4億人を突破したとされる、イギリスなどの政策転換による銀の流入の減少、アヘン戦争参照、18世紀後半以降の全地球単位の寒冷化、移設もあるに伴う生産力の低下、さらに、太平天国の乱などの新末の一連の反乱により支えきれなくなった。ついに、19世紀後半には人口爆発とも呼べる事態が発生。 大量の漢民族の周辺地域への拡散移動が始まった。河北、山東など河北の人口は内モンゴル、満州へ移動し、河南の人口は東南アジア各地を中心に、一部は日本、朝鮮、さらにはアメリカ、オーストラリアなどに移動した。このうち、満州、現在の中国東北部は中国内地との隣接区域であり、圧倒的な漢民族の人口圧によって、 事実上内地化した。例外的に、地理的に、中国本土と最も地理的、文化的に近接しているあの韓国のチャイナタウンについては20世紀の半ばから後半期にかけて衰退し、ついには消滅してしまった。理由として、北世紀時代などの強い民族主義、反共主義政策などが挙げられるが、極めて得意な例として注目される。東南アジアなどでは、家境を、 華人となり、自らの居住区として各地にチャイナタウンを作り上げている。シンガポールでは、華人が最多数派である。マレーシア・インドネシアでは、かつて経済の主導権を握っており、そのため現地で多数派を占める、マレー人など在来民族との摩擦があった。タイの華人は、タイ人に同化する傾向が強く、また、タイ人の中にも中国由来の文化が取り入れられ、 経済的にも、政治的にも、完全に、イ人と一体化している。政府の要職を占める歌人も、少なくない。フィリピンでも歌人は、フィリピン人に同化する傾向にある。明、清時代からの古い歌人が多く、現地化や根血が進んでいる。現在でも中国語を話し、中国の習慣を残しているものは60万人から100人程度と、推定される。 コラソン・アキノやロドリゴ・デュテルテなど大統領経験者にも歌人の地が流れている。ミャンマー、ビルマでは主に国境内戦期以降の KMT 残党の逃避業に始まる雲南省からの歌人の流入が今でも続いている一方で、前近代から移住してきた土着の歌人のグループもある。彼らはミャンマー中央政府から先住少数民族と認められ、 交換族と称されている。交換族の主な居住地は山州北部の雲南省との国境地帯であり、交換地区と称される。漢民族の Y 染色体ハプログループは、王に系統が圧倒的多数を占め、最大65.7%観察される。その他の Y 染色体ハプログループに関しては、地域差が激しいが、オーストロネシア語族との関連が想定される。 O1R 系統も一部、特に、上海を中心とする加藤地方で多く観察される。加藤地方出身者167人中40人、すなわち24%のサンプルに観察された例がある。両校地方、関東省及び厚生地湾族自治区の一部では、O1 ビット1系統、オーストロアジア語族と関連も、約30%観察されている。C2 系統は、 中国東北部、旧満州の観測では、約17%、15%から23%、河北の観測では、約14%、11%から18%、河南の観測では、約7%、0%、22%観察された例がある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。